左の点は1905年の、右の点は2001年芸予地震の震央。芸予地震は、瀬戸内海の秋灘を震源として発生し、震源に近い広島県、山口県東部と愛媛県に比較的大きな被害を生じた地震のこと。芸予地震の名称を持つ地震は1905年と2001年の2回があり。 区別するために発生年を冠して N 年芸予地震あるいは年号を冠した名前で呼ばれる。以下その二つを含めたこの地域で起きたフィリピン海プレートの動きによるスラブ内地震と考えられているものについて記述する。芸与とは厳密には秋国と伊予国を指す。芸与諸島の名でも使われるように現在では 広島県全域と愛媛県の2県の意味合いが強い。原与地震と名のつく地震は、その2県の中間である、瀬戸内海で発生しその2県に被害をもたらした地震のことである。口述するように震源が深部であるため、本州全土から四国、九州と広範囲で揺れるがその規模に対して、比較的被害が小さい特徴がある。過去の地震では津波による被害は記録されていない。 一方で、瀬戸内海沿岸部では液状化現象が発生、この地方特有の地層である風化した、河口岩が堆積したマサドによる崖崩れなど、地盤災害や、それに伴う二次災害が発生している。なおこの地域の北側にあたる山陽地方において、マグニチュード3以上の地震数は、頻繁に起こる東北地方などと比べて極めて少なく、 周辺の活断層も他の地域と比べると少なく、日本列島の中でも地殻変動が少ない特徴がある。2001年の地震が発生するまではしばらく、この地域を震源とする大きな地震が発生していなかったため、地震空白域とされていた。他方、南側の愛媛県は南海地震、豊余海峡地震や日向灘地震で被害に遭う想定域であり、 さらに、日本最大級の断層である、中央構造線断層帯が東西を横断しており、多大な地震の被害に遭う可能性が高い地域である。二度の芸与地震では、広島での被害が多かったが、過去での地震では、愛媛での被害が多かった事例もある。瀬戸内海。広島、山口、愛媛の三県の県境付近が、時灘と秋名田の境界付近。 そこから南側へ、伊予灘、豊予海峡と続く。南海地震の想定震源域。芸予地震の震源域はそれより北に位置する。震源域は、瀬戸内海西部にあたり、北は、本州広島県、山口県東部、南は、四国愛媛県、東は、高輪半島、西は、八代島や室津半島に囲まれた、時灘、秋灘、伊予灘にある。 この地域は南海トラフから続くフィリピン海プレートがユーラシアプレートと衝突しその下に潜り込む沈み込み帯の北端付近にあたる。ゲイオ地震の震源の位置は 50km から 60km と沈み込み帯での地震である南海地震に対しさらに深い。このことからフィリピン海プレートはこの付近で急激に下方に折れ曲がり、その際に 東西方向の張力が発生し、プレート内部を破壊することにより、地震が発生すると考えられている。ちなみに沈み込みたいの北端付近に当たることから、一部の資料では、プレート境界型地震と表記されているものもある。また、プレートの具体的な折れ曲がり、形状など、まだ不明な点も多い。また、この地震は、 秋名田灘那灘文後水道で発生する固有地震と考えられ、ダウン、原武氏が1970年に発表した論文では、発生間隔52年プラスマイナス11年、地震調査研究推進本部が2013年、現在で公開しているものでは、発生間隔約67年としている。ただ一部では、2001年芸与地震では発生した、 エネルギーが想定よりも小さかったことから、次の地震はこれより短い間隔で発生する可能性があると指摘されている。文部科学省が公表する、この地域でのフィリピン海プレート内のスラブ内地震とされている代表的な地震は以下の通り。蒸気以外にも1949年に暗居島付近の深さ 40km で発生した。 M6.2 の秋名田地震では、呉市で二人の死者を出したほか、1979年には、山口県の室津半島付近で、M6.0 の被害地震が発生している。1905年6月2日14時39分に、発生した地震の震源は、倉橋島の南。マグニチュードは714から7.3と、推定されている。東は東京。 西は、長崎と広範囲で揺れたが、大きな被害は、広島湾岸と、伊予灘に面した地域と、局所的なものに止まった。この本震の前々年から前震が多発しており、1903年に9回、1904年に3回、そして1905年1月から5月の間に3回と、続き、6月の本震となった。その後も余震が続き、 中でも同年同日19時55分、同年12月8日12時8分、同年12月8日13時25分が代表的なものとなった。1905年当時はまだプレートテクトニクス理論が提唱されていない状況下で震災予防調査会のメンバーは地震の原因についていくつか考察している。今村秋は 震源地付近の海の状況から海底下の断層による地震ではない別の原因の可能性を古藤文次郎は中央構造線断層帯の影響によるものとして原因を模索している。調査及び研究資料は比較的少ない。1905年に震災予防調査会がまとめた報告書では震源地付近に存在したクレッチンにおいて 被害状況はいくつか記載されている。報道機関は、当時の直前の日露戦争での日本海、海戦勝利を重視し、軍港を襲った地震である、芸予地震はあまり報道しなかった。また、海軍交渉は、機密保持体制にあった。当時、信号付近で、機械的なデータが取れる地点として、 文部省の広島速攻所、松山速攻所とクレン速機構の3カ所あったが、松山はデータが取れたが震源から遠かった。広島はケーキを購入中だったためデータなし、クレでは普通地震計を倉庫にしまっていた、と良質なデータが取れなかったほか、強震計も置いていなかった。ただクレについては観測者の目視により正確な発信時刻が記録されており、これが、 信号特定の重要なデータとなった。東京大学地震学教室に大森式地震計による観測記録が残されている。以下、弱震以下を除いた当時の震度。1905年芸与地震の際に倒壊したキューブ材を用いて再建され現存するクレチンジュフ司令長官官舎。後の2001年芸与地震でも建物が傾斜した。 顕著な被害は、広島県呉市、広島市と愛媛県三戸浜、群中の沿岸部に集中した。これは、江戸時代以降、干拓や埋め立てによりできた軟弱地盤の上に建てられた建築物の倒壊より被害を出したためであり、特に、広島市中心部は、大高若流三角州の中石平野に形成された町であるため、その弱い地盤が被害を拡大させた。 一方で、震源地付近は海であり、周辺の島々である倉橋、の見島などは、ほとんどが河口岩の硬い地盤であったため、地震の規模に対して被害は軽かった。また、工場、レンガ家屋、木造住居の順に被害が大きくなる傾向が見られた。各地の被害状況は、以下の通り、煙突破損とは、煙突の被害を指す。なお全体は1905年。 震災予防調査会による報告書の数字でクレチンの被害数はこれに含まれていない。括弧内は中央気象台年報での数字であり、クレチンの被害数が含まれているものと考えられている。震源地付近1924年のクレシ都市計画図。このようにクレチン関連施設は沿岸部に作られたため、地震当時かなり被害があったと考えられている。 1930年頃の広島市地図。右下に宇品港、その宇品へ向かう鉄道が国鉄宇品線、中央下に刑務所がある。広島県広島市愛媛県松山市、同後その他2001年3月24日15時27分54.5秒に発生した地震の震源は上鎌曲島の南。マグニチュードは気象庁マグニチュードで、 MJ6.7、モーメントマグニチュード6.8。震源の深さは5 1トル最大震度は6弱。被害総額約193億円。中国地方においては2000年10月に起きた鳥取県西部地震から5ヶ月ぶり、瀬戸内海に面した地域としては1995年の兵庫県南部地震から6年ぶりとなる被害地震となった。 これらと比べて、芸イ地震は、規模としては同等であったが、これらが、震源深さ 20km 前後の直下型地震だったのに対し芸イ地震はさらに、深部でのスラブない地震であった。一部の地震学者が唱える西日本地震、活動季節の根拠となった地震の一つ。なお、鳥取県西部地震の後、気象庁マグニチュード検討委員会によりマグニチュード、 計算式の見直しが図られ、芸与地震後である2001年4月23日から先行導入される形で、新しい計算式によるマグニチュードが修正された。芸与地震のマグニチュードを6.4としている資料は、修正前の旧計算式でのものである。この新計算式は2003年9月25日に正式採用され現在に至っている。 余震発生域は本震を北端として、南に約 20km、深さ40から 50km の範囲に分布し、最大余震は翌々日の26日5時40分に発生した秋灘を震源とする MJ5.2、深さ 50km、最大震度5強の地震であった。表面最大加速度は、震源地付近が海であることから、 観測点が少なかった一方で、広島県行き町での秒速830メートルにを筆頭に、広島市三原市、愛媛県東予市と、震源地から少し離れた3つで、ピーク域が観測された。これは地層に起因するものであり、この3地域では、得意な被害を受けている。山陽地方側は事実上地震空白域だったため、 住民の危機感が薄く、地震直後も普段と変わらない生活を送ったものがかなり存在した。これは被害が大きかった広島県呉市を除き、自治体による避難勧告がほぼ出されなかったためでもある。自治体、企業が兵庫県南部地震規模の地震を想定し、地震対策を行っていたため、被害が小さかった部分もある。 住民が災害情報を得たメディアは9割近くがテレビラジオだったことに加え、この地震や先の鳥取県西部地震が起きた2000年代初頭は、行政側が公式ホームページ上で情報を公開しそれをインターネットを通じて住民が得る状況になった。芸与地震の震度分布震源震度5弱以上、観測した地点は以下の通り、上記のほか。 中国四国の各県、佐賀県、熊本県、大分県、宮崎県内で震度4を観測した地点があった。また韓国富山のメルカリ震度階級で3から4の震度を記録している。旧山から見た呉中心部の呉港。沿岸が港湾及び工業施設が発達している。一方で平野が狭くすぐ丘陵が迫っているのがわかる。 この丘陵に作られた住宅地で宅地用壁の崩壊とそれに伴う木造建築倒壊が発生した。この地震で一人が広島県呉市で林家の崩れたブロック塀壁の下敷きとなり、一人が愛媛県北条市で落下してきた自宅ベランダの下敷きになって死亡した。負傷者の特徴として家屋内での落下物によるものと店舗、 工場内での火傷によるものが多かった。また高齢者を中心に避難途中での瓦礫による負傷者が続出した。死者が出た地震としては、愛媛では1946年南海地震以来、広島では1949年秋名田地震以来のことであった。新大から最も近い広島県呉市は、当時県内3番目の人口のある特例市であり、 戦前から海軍クレチンジュフと共に発達した古い町で土地はすり鉢状で平野が狭く休憩者地ギリギリまで土地開発している坂の町であったことから一室にブロック用兵器の崩落やそれに伴う木造建築の崩壊が深刻なレベルで発生したその土地の特性上重機搬入も難しく復旧までに時間を要したなお 地震直後のライフライン復旧には、海上自衛隊呉れ基地から応援が出ている。消防庁確定法における、被害数は、以下の通り。上から、全国地方公共団体高度順。災害関連法適用市町村芸用諸島全体。秋田と、美島街道の芸の字のあたりが新王。ライフライン地盤災害その他特起来東海峡第1大橋。 ステイロープとは写真手前左側の道路標識の後ろに見える垂直ではなくハの字に伸びる2本のロープ。そのロッドとはロープ下端の写真に写る白い筒状のもののさらに下にある。破断したのはセンターつまり中央士官のもの。全般1905年芸与地震2001年芸与地震この記事は以下のカテゴリーでも参照できます。 芸与自身に関するカテゴリ、芸与自身に関するカテゴリ、ありがとうございます。